はい、全国のガールズ競輪ファン、こんにちは。函館やってきました、はい、見てください、今日風結構強いですね、函館ね。いやいやいや、大宮っす。えすいません、あの佐野さん、大宮です。大宮なんですか。え、嘘でしょ。で、電車で 3,40 分で函館行けるわけねえだろ我らが布井光がいると思います。もうバックがもう一人だけ8あるんでね、もう絶対ついと思います。2-1135でもう内枠隣同士のやつを2着にして、あとはもうちょっとね、心配かなと。溝口さんはちょっと届かないんじゃないかな、番号悪いんで、ということで、はい、はい、中瀬山さんが多分 S 取ると思うんで、その取れなかった場合はまあ松尾さんとか佐藤由紀さんとかなんでちょっと前々に残るという、やっぱこのガールズいっぱいは前々に残る系が多分多いと思うので、ちょっと3着広めにしております。3着は全ですね、ほぼ全で、あとはもうほんとこの 2-1313 内枠ほうほうほう買っておきました。え、これどう思う、これ差しあると思う。いやどう、この感じなんか先行一社だとね、ペース掛けで結局させずに終わっちゃうみたいな感じかなと俺は思っちゃうけど、そうだよね、やっぱ仕掛け遅くなるもんね絶対ね、うん、誰も来なくて、じゃあいつかそろそろっていうガールズのよくあるレース展開になりそうな感じが、差しまではないよね、感じがしちゃう、いくら函館といえど、うん、OK、 じゃあもう信じます、もう高木ラインさんを信じて、俺を信じるガールズあなた専門でしょ、優の差しはないということは、ガーもちろん持ってない、もちろん持ってない、でも兄さんが後ろ、お布いいですよ、兄さんが来てるんで、はい、兄さん持ってます、兄さん持ってます、なんだったら兄さん1まで持ってます、はい、2枚持ってます、兄さん1だったら、いいよ、あ、なるほど、猪子さんは持ってません、やばいです、猪子さんはついてきちゃいますね、布井だったら、これ何、無駄しちゃったよ、今ちょっとこれちょっと危険になってきましたね、またその急に危険になりましたね、はい、これ危ない、24は持ってません、ちぎれてくれしかない、ちぎれてくれしかない、もう本当に頼む、ってことはもう251とかもう避けて、ついていけるかな、やばい、師匠が打ち切った、ユウ何やってんの、ユウ何やってんの、うわこのペースだったらついていけちゃうよこれ、そりゃそうだよ、うん、これだったユウ入れ、ユウ入れ、ユウバンド入れ、ちょっとどうだ、ユウバンド入れ、でも何が、まだ差し込んでる、あ下げちゃった、なんで下げんのよマジで、なんで下げんのマジで、なんで下げんの、いや無理、外閉鎖無理だ、ユウちゃん外閉鎖無理、なんでさっそく下げんのマジで、いや大丈夫じゃん、いや意味わかんない、いや無理だろこれ、いけ、寝ない、ちょっと佐野さん今どうすか、高木すいません、先行一社なんで差しないと思っちゃったんですけど、次切り替えていきましょう、今日いっぱいレースあるんで佐野さん、佐野さん師匠、521まで買ってたのにマークシートで、いやー差しないと思っちゃいましたね、30倍ですね、524、524、俺52だったら全買ってんのよ、52だったらもう、うわー、あーそう差しちゃったか、いやすいませんね、差しなしとか言って、いやもうこれしょうがないです、僕もあの時させないよなっていうのを思ってたんでね、ちょっとなんかこうさすがにちょっとしょうがないです。ブルーレディ公式チャンネルプラス、どうしたん、なんかあったの、大宮締め切り早すぎる早すぎます、大宮っていうかあなたが時間配分してないからです、お金の資金配分はしたんだけど時間配分し忘れました計15分、中団では一番下高橋美咲、今回この初登場のバックで決勝へと行けるかどうか、その後ろ2番は伊藤のみ、地元は過去7回全て決勝に行ってるんですが、でも箱根でいいのか、あそこにさほら全部トップから見えるから、後ろから3番下、第3第4コーナー大宮で座ってたからね、
最高峰のようなこの走行ループをこちらも非常に安定したレースで非常に踏み込んできています。残りはあと1周、まず動いてきたのは2番伊藤のぞみ、なんで今高橋に入れたんだよ、入ってきまして注目の5番山口武器は2番で、その後ろには7番の渡辺環奈が続いております。前は6番の高橋光明が先頭で今打賞ダウンズの準決勝少し水勢状態、5番山口武器2番で、そして後ろからは1番の高橋美咲ですけれども、選手が少し牽制をし合いながら1もね、1自力なのよ。前々からは6番した高橋の上ですが、3も1も残り1周行きました、行きました。高橋美咲が前に出ていくようです。この後ろは山口美咲に3番手を渡る島に寄ってきまして、前ちょっと固まってきましたが、最終2コーナー先頭はここで3番手渡る島に寄ってくれる。3、5、4、3、5、4だ。5、4、5、3、4、5、4、3か、1頑張ってる、確かに1頑張ってる。危ねえ。だけど。危ねえ。救われたね。1500円助かった。ありがとう。カンナ危ねえ。足細え。山口ゆぶき足細え。うまいレースだったね山口ゆぶき。うまい買い方しました。買ってないから。ブルーレディ公式チャンネルプラス。はい、もうここは加瀬だろ、どう見ても力がね、さすがに加瀬だろ、もうここはもう信頼しております。もうただ昨日ちょっと風飛んでますので、ただ今日はねさすがにもう準決勝なんで、はい、去年ね、もう確実にもう準決勝乗れるということを加瀬分かってますから、その力踏んでなかったなっていうのを思いました。力抜き風でした。なので今日はでも準決勝なんで絶対3着以内に入らないといけない。力入れ風ですね。もう入れ風ね。でやっぱもうとにかく小坂さんが S 取る、はい、小坂さんが S 取って、その後ろに加瀬がいるんじゃないかなと。なるほど、はい、でもう中村ゆかり先生もマークなんで、もうここはもう同期同士で加瀬と並ぶと、加瀬さんと、うんうんうん、ということでもう146ではもうほぼ決まりなんじゃないかなと、この3人で。なるほど、この3人で決まるということで14全14、これ挟みで、はい、はい、加瀬さんがいけてるときはもう中村誰かもしかしたら、小坂さんがいると思うんで164とかでも決まって、もしかして飛び込んできたらちょっといいかなっていうぐらいですね。いいね、はい、であとはもう小坂3着でもうこの、あ、はい、ちょっと逸見田ちゃんがね、ちょっと逸見田ちゃんがちょっと仕掛けて残っちゃう可能性もあると思うんで2着まで。ああなるほどね、はい、でもやっぱ小坂はもうやっぱ3着しっかり入ってくると、8着までここでこれで攻めていこうかなと思っております。ちょっと待って、展開する2走目、まくりを決めています。加瀬全スパ残りは2周回、前からは1番の加瀬加奈子、新潟の加瀬が人気になっています。その主張を続いているでしょうか。6番手は小坂との子、小坂さんはね、刺さないと思うんだよ。中村ゆかり、中村は加瀬との組み合わせで人気になっていましたが、ダンスの1期生、まあでも突っ張るか。後ろからは5番手は清水さん、今でもやっぱこの位置のね、ゆかりさん強いからね。あ、めっちゃそれでいい。それついて、イスミダンついてけ、イスミダンついてけ。そう、イスミダン三本ついて。なんでついていかないの？ついていけないじゃん。カセ来るぞこれ。カセがまくるぞ。そしてそれをゆかりがいけ。それがゆかりがいけ。それが。それをゆかりがいけよ。164できたよ。164で回ってきたよ。まあ確かにこれさ、やべ、俺61持ってない。あれ？いや、刺せるんじゃないか。これ高木枠ある？長いよ高木枠。あー刺しちゃった。刺しちゃってるわ。刺しちゃった。全然行かれちゃったじゃない。行かれてるわ。これボックスだったわ。ここだったね。これ俗に言う全チグハグ車検でございます。小坂さんの一着久々に見た。唯一抜けたんじゃない？切っちゃったわ。唯一抜けた。もう泣きそう。終わります。帰りますもん。